た病院の修復費用も支払うとしています。クック報道官は悲劇的な事件の結果にきちんと対応することが重要だと考えている。アメリカ軍の誤爆に対する批判の高まりに対処する姿勢を示しました。安倍総理大臣は三重県志摩市を訪れて来年の伊勢志摩サミットの準備に関わる住民との会合を主催し、地元の人たちと協力して